ビッグバードはセサミストリートのキャラクター。2000年にはアメリカに会図書館で生きる伝説賞を受賞している。ハリウッドウォークオブフェームのビッグバードの星シーズン21の第2660話に登場したバーバラ・ブッシュ、セサミストリートがレッツムーブとのキャンペーンコラボでミシェル・オバマと共演。ビッグバードとミシェル・オバマがビリー・オン・ザ・ストリートで 案内役のビリー・アイクナーと共演。彼はローラースケートやアイススケートにダンスと水泳も得意で、詩を書くのも芸術も歌うことも得意なほか、一輪車まで乗りこなしている。ちなみに彼の背は非常に高くカナリアをモデルにしている。彼は時々言い間違える時がある。ビッグバードの誕生日は3月20日である。彼は オスカーのゴミ箱にすぐ隣に設置されている巨大な巣に住んでおり、熊のぬいぐるみ、レーダーといつも一緒にいる。ただし、ハリケーンが来るぞというエピソードで、ハリケーン到来の日にビッグバードの巣が壊れたことがあったが、仲間たちの協力によって新しい巣が完成した。ビッグバードは当初キャロル・スピニーが演じていたが、一部のエピソードではダニエル・シーグレンが演じていた。 現在は、マット・ボンゲルが演じている。また、ビッグバードは1969年に、エド・サリバン賞で出演したことがあるが、演じたのは、スピニーではなく、ダニエルだった。2018年10月17日には、スピニーが人形師を引退。それと同時にビッグバードとオスカーの役を降りた。ビッグバードのデザインはもともと、マペットの生みの親、ジム・ヘンソンが手掛けており、 1969年にカーミットラブの協力によって実現した。ビッグバードの家族には祖母のグラニーしかおらず、他の家族はまだ登場していない。太字は専属声優。ありがとうございます。